まだ火つけて3、4分なんですけど、もうがゴーゴーと燃えてますね。このゆっくり燃え広がっていく様子を撮ろうと思ったんですけど、カメラセットしてるのが間に合わないぐらい、もうそのぐらい簡単にすぐ火ついちゃって、二次燃焼も起きてますよね。まだちょっと着火剤も残ってはいるんでしょうけど、海外のブッシュクラフトの動画見ててすごい思うんですけど、このあの人たちやっぱり技術はあるんですよ。そのフェザーとかすごい上手にパッと火を起こすんですけど、火が起きた後の燃え広がり方がやっぱり我々のやってる状況と全く違って、結構僕今わざと粗めの太めのその小割りしか作ってないっていうか、それでやったんですけど、でも海外の動画、その木の燃え広がり方見てるとこんな感じですよね。もっと細かいのもいっぱい使ってはいるけど、その燃え広がり方がやっぱりこう日本でいうところのこのやっぱ市販の薪に近いぐらい乾燥してるなーって思いましたね。やっぱ環境はちょっと違いますね。ちょっと羨ましいですよね。